西武プリンスドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のライオンズどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり打線ですよね、はい、相手投手は強気のピッチングが売りですから、足や小技を生かしてでも何とかして塁に出ていきたいですね。まずはライオンズの先発高橋が西武プリンスドームのマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか？立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうか。変化球で空振り。さあ、そしてバッターボックスには秋山が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目。振り遅れてますね。際どい球、わずかに外れています。これが4球目。内角を意識させます。平行カウント、改めてここからが打ちました。取った、一塁へ。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。ツーアウトランナー三塁と変わります。ライオンズ4回裏の攻撃になります。打席には9番バッター秋山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、2球目打ちました。伸びていく、どうだ、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁トップ。これで8試合連続安打。打順は9番の秋山。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナーは残っています。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。サバ打ちました。セカンド送球、二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは9番秋山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズリーグで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますので、2球目打ちました。いい打球が飛んでいる。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。もうまさにジャストミート、速い打球でしたね。はい。打順はトップに帰って中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。行きましたら三振。試合終了。試合を制したのは西武ライオンズです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないですかね。そうですね、展開としては、ね、理想的でしたからね。チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで西武プリンスドームから失礼します。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際は